嬉しかったことは何でしょうか。もしございましたらば、お読みになります。The, what is the most pleasant thing?29年間嬉しかったことっていうのは今日の今までありません。あれは兵隊になったから兵隊らしくやったんだって。神田川空港憲法ただいまトラックに現れ手を振って答えてどうぞ。みんな豊かになったからそれでいいんじゃないのっていうのはもう結局自分に言い聞かせてるだけですよね。だって僕が勝手に謝ったんで謝られたのは国家じゃないかって、うん、僕にわしはそういう気持ちがあるから。そうですね。何もすっ転んで戦争したわけじゃない。うん、だけど何しろまず生計を立てなきゃいけないですよね。30年ただ働きですから。恩給ったってそうですね。恩給じゃ食べられませんか、うん、あまり嬉しくないですけどね。わがままな僕にはそれらしく生きるってのはあまり嬉しくないんですけど、だけどそれ以外やっぱりそれで嫌なら死ぬしかないですもん。私が小野田博夫さんと初めて会ったのは2003年の秋でした。テレビのニュースでその顔を見てから29年が経ち、小野田さんは81歳になっていました。私は戦後のベビーブームの中で生まれました。もちろん戦争を知りません。小野田さんがルバング島から日本に戻った昭和49年1974年、私は26歳でした。その時以来、小野田博夫という人間の体験を彼自身の口から聞きたいと思ってきました。私には学徒動員で戦争に送られた小野田さんと同年代の父がいました。父は4年前に他界しましたが、父の戦争体験をきちんと聞いておけばよかったと今痛切に思います。その思いがあったからこそ、特異で激烈な戦争を体験した小野田さんの話を聞きたかったのです。どんな青春だったのか、敗戦後もなぜ戦い続けたのか、何を支えに29年間を生き抜いたのか、そしてやっと戻れた日本からなぜ去っていったのか、聞いておきたいことは山ほどありました。このラムで包丁を置き上げても大丈夫ですか。ハーチが入ってない、大丈夫、今大丈夫です、はい、1年半の取材を経た後のロングインタビュー、話は小野田さんの少年時代から始まりました。もっと上げてもまだ大丈夫みたいな。僕のやつと親父は時代遅れたって、昔は確かにその家が親父の育って家は名字大統でお大臣だから威張って通ったからそれできんかもしれない、うん、資産も持ってる。だけど親父は次男坊でしょ、そしてあの政治なんかやってるから磯部でしょ、うん、でもどうしても子供は異議を申し立てますよね、うん。
大正11年1922年3月19日小野田さんは和歌山県亀川村現在の海南市で生まれました。父種次郎は教師から新聞記者を経て県会議員になった人、母玉江も小学校の教師、厳格な両親でした。三男として生まれた小野田さんは成長するにつれ親の価値観に反発するようになります。今から思うと、なんでそんなに親に反発してたんだと思います？性質が合わないんですね、それから、子供にとずいぶんこんな家に生まれててよく文句言いましたけどねもう一つしょうがないですね、だから母親はそういう性質だったから嫌なら死ねってはっきりその時から言われました、嫌なら死ねって止めないよってよく、まあそういう意味でそうはっきりその白か黒かもまずいか少し行き過ぎかもしれないけど、だけどまあ極論すればそうですよね、嫌なら死ねばいいのでお前が世の中に出て大いにやりたいって言うから産んだんで、それが嫌だったら死ねばいいって言うけどお母さん止めないよって突き放されましたけどね、だけど僕みたいな文句を言うからそう言われる、だから文句を言うところに大体わがままだから負けがついてわがままだから言うのをそうやって突き放すからますますわががかって、よく言えば自立心が強くなるっていうんでしょうかね。だから今考えてみるともう本当に子供の時から死ぬか生きるかっていうことをしょっちゅう考えさせられたんだなと思って。旧制海南中学に進んだ小野田さんは剣道部に入って県下有数の腕前になりました。4年生の時事件が起きます。野球部の顧問教師が剣道部の後輩を強引に野球部に転部させたのです。小野田さんは校長に転部を撤回させようと直接抗議します。先生と生徒の身分の違うのは分かるけど、こと学校の中で学校の質で作った規則に対して職員も生徒も身分の上下とか違いはないんじゃないのかって、お互いに教育っていう意味で規則は守らなきゃいけないのんじゃないのかって、そこが不足だって、僕にはそれが不満だって。先生の方が規則を破ったと。そうです、先生が規則を破った、だからそういう結果になったって、そういうやっぱりなんていうんですかね、ちゃんとその教育直後ですらその、規則を守って平等にやれと言ってるのに、学校のその先生が破ったと、そういうものはやっぱりこう許せない正義感みたいなものはその子供の頃が強かったですね。規則は規則で守らなきゃいけないんですから、だからなんかその地位に物言わしたり、あるいは権力に物言わしたり、あるいは筋力に物言わしたり、そういうことに対して非常にこの反発心が多い。それはもう何でしょう、生まれつきですかね。だから金持ちも嫌いなら権力者も嫌いって。なんか親父嫌いなと。でも自分は金持ちになろうと思ったでしょ。いやそれでは、そこらの釈にされたさったばでほっぺた引っ叩いてやる。大抵金さえくれると言うと聞きますもんね。そういうことを子供のうちに覚えちゃったのはいけないんですよね。その頃っていうのはちょっと抽象的ですけど、どんなあの時代の雰囲気というか、これから戦争になっていくわけですよね、結果的に。なんか どんな感じでした、日本は。まあ昭和2、3年って、小学校の1年生に上がった頃、昭和3年です。それが経済で一番不況だったって言いますね。それが昭和7年まで続いてるんですよね。だからちょうどそろそろ物心をつく時が一番不況だったんです。だからもう学校の朝礼で結束児童っていう言葉が流行ってね、だから朝礼で倒れる子ども、学校ご飯食べないで来てる子ども多くて、まあそんな時代だったで、でまあ時代がそうだったから、やはりなんとか国を広げてもらわなきゃいけないっていう一般の、いわゆる特に百姓の人がそうですけど、商業の人はまだしもですけどね、工業とか、それから百姓の人、農業の人はやっぱりなんとか国を広げてもらわなきゃって、の腰の上以外こうじゃ困るというのが、そういういわゆるこの国内の世論がいわゆる軍部を奮い立たせてしまったって、満州事変あるから、だから景気が良くなって
昭和6年1931年9月18日満州事変勃発。翌年には日本の傀儡国家満州国の建国が宣言されます。日本政府は満州への移住を奨励し、多くの日本人が新天地に向かいました。さらに昭和8年、満州国建国を欧米列国から非難された日本は国際連盟を脱退。やはりヨーロッパで孤立化を深めていたドイツと接近していくことになります。中学時代、小野田さんは父親と衝突を繰り返していました。それ親父が金持ってはバカになるなんて、そういうその思想を持ってるからいけない。ああ、小野田さんはその持てば持つほど、ああ、大きくなるからますます持って忙しいと思ってるんですけど、うん、親父に言わせたらお金があるとそれで全てのものを間に合わせてしまって、やりくらんでもよくなると人間どうしてものんびりしてしまうと。ダメだ、まあ、そういうことを代々やるとバカになると、こういうなんか常に少し不自由してるのがいいって。小野田さんはそういうんじゃなくて、もうお金はもうどんどん持っただけ全部投資するからますます仕事が大きくて忙しいって、だから金はあるほどいいって言うんですけど、金は親父が食べるだけあればそれ以上必要ないって、だからもう全然ありません、根本的に合わない、なんか小野田さんっていうとですね、そういう軍国主義の教育を受けて、なんかバリバリの軍国少年として育ったようなイメージだけなんとなくあるんですけども、実はそうじゃなくて、そういう商人になって一旗あげて金儲けてやりたいっていうふうに思ってた、そういう少年だったんですね。中国なんか行きませんよね、うん、中国行って貿易所なんか行かないですね、初めから軍隊志願します。そうですね、ね、軍国少年だったら、うん、そうです、全然違うんですよね。昭和12年1937年7月7日北京郊外の盧溝橋で日本軍と中国軍が衝突し、日中戦争が始まります。戦火は中国全土に広がり、日本は陸軍の3分の2の兵力を戦争に投入していきます。その2年後の昭和14年1939年、中学を卒業した小野田さんは家を飛び出し、貿易会社に就職して中国の繁華を現在の武漢で働き始めます。その時小野田さん17歳。当時の中国の大都市には外国人がさまざまな特権を持つ租界と呼ばれる地区がありました。油や食品を買い付ける仕事を任されていた小野田さんは、繁華のフランス租界で青春を謳歌しました。ちょうど小野田さんが9歳の時に満州事変が起きて、15歳の時に日中戦争になるんですね。ですからもうその15歳の頃はこの戦争がこれからだんだん本当にこう始まって、自分もそういうものに多分なんか巻き込まれていくというような予感とかですね、自分もいつか戦争に行かなきゃいけないんじゃないかとかっていう、そんな風にやっぱり感じてました。体さえ良ければもう徴兵令があるからどうせ行かなきゃいけないのはもう覚悟してますよね、だからまあ中国に行っても目の前で戦争してるんですけどね、まあ、自分は貿易家だから別に関係ないっては関係ないんだけど、で無意識に遊ぶのは今のうちっていうところもあるんですよね、いわゆる切な主義になるっていうか、うんうん、ね、それ小野さんもそうでしたね。そうですよね、よく働いてよく遊びました、やっぱり遊ぶのにお金いるからしっかり働かないとそれは月給制だったんですね。そうです、まあ当時のお金で200円越してたんだから、結構いい、いいお金。中国語はもうそういうふうにそうやって仕事をしていく中で覚えてたんですか。そうですね、まあ、特に僕の店は中国人に絶対日本語使わさないって、で自分は中国語を覚えない限りお茶ももらえないんですよね、だから明けの日から困るんでね。なるほど、だから割合一生懸命早く自然に覚えて、その頃の18、9歳が中国で
フランス疎開とかそういうとこ遊びに行くわけですか。だけど留園に行くのはやっぱりダンスホールなんですよね、うん、あの社交場ですから、なんかいろんな人と顔を合わせて、それで、まあ、顔見知りになったりすれば後々仕事主義ですけど。ああ、なるほど、そういう人脈作りもあって、そうするとやっぱりダンスホール行ってこういろんな人と知り合って踊ったり騒いだり。頭はこんな、ちょうど麻雀が盛んだから、はいはい、麻雀がやりますけど、麻雀で買ったお金はこちらなんです、うん、でこれはもうみんな飲む方に、友達と買ったらその足ですぐのあの飲みに行ってみんな使ってしまう。小野田さんなんかはガールフレンドとかいたんですか。まあ、ホールではこんな女の方たくさんいるから冗談言って遊びますけどね、自分のあの友達なんかやつはクーニャンクドコと思って言葉上手になるなんて冗談言われましたけど言われました。そういう何でしょう、小田さんのその背筋が今でもビッと伸びてるですね、その意志の強いとこと、それからそういう遊び心というかですね、人生楽しもうっていうとこと、小田さん両方ありますよね。やっぱり遊びの頃って半分好奇心もあるんですよね、うん、いろんなものを見てみたい聞いてみたいっていう、うん、だからまあいろんな人に話しかけて聞くんですけども、うんうん、まあ中国人の今度はこの日本に対する考え方とか、まあそういうことを彼らに聞いてみたり、あるいは古い日本人の人に昔どう、うん、日本が戦争前どうだったかとか、いわゆる反日の厳しかった時の話だとか、うん、はいはい、まあいろいろ聞きましたけどね、うん、昭和16年1941年12月8日日本軍はハワイの真珠湾を奇襲、太平洋戦争が始まります。その後日本は資源を求めて南方へ戦線を拡大、フィリピン、シンガポールなどを占領していきました。太平洋戦争が始まった翌年の5月、二十歳になった小野田さんは徴兵検査を受け講習合格、貿易会社を辞めて日本に戻り陸軍に入隊する日が来るのを待ちます。本当に完全に退職して、それでも席を置かないで、だからもうあの死ぬの初めからもうそこで一回織り込んでるんですよね、帰ってこれたらっていう話で。僕たちはそういうふうに目の前に戦争が来て、明日徴兵に捕らえるかもしれないっていう状況を味わったことがないので、あのすんなりもうそうなったらそうなったでしょうがないって思えるもんですか。だけどね、今度は周りみんなが同じ環境でしょ、みんな行かなきゃいけないでしょ、自分だけ逃げちゃ治るですよね。それでもし生き残ってもね、あいつ逃げて生き残ったって言われたら、もう一生うだつならないでしょ。今でもアメリカそうですもんね、いや、やつがあのベトナム戦争の時どうだったこうだって戦争、選挙になると言い出すんですからね、あれと同じでやっぱり ね、あとちょっと顔上げて歩きづらいですよね、だけど生きててやっぱり男が顔上げて歩けないって情けないよね、それ泥棒でもやって隠れてるのは別ですけどね心理的にはね、誰も命のかかることやりたくないんですよ ね、 本当はね、できれば行きたくない、だけど時代がそうだから行かざるを得ないんでしょう。だからみんながやっぱり無理して行ってる時に逃げると、そのみんなに攻撃されるんですよね。もしこの歴史でそのもしとかっていうのはあのルール違反なんですけども、もし戦争がなかったら小野田さんは相当優れた商人になってましたかね。まあ博打好きだから貿易っていう博打をやったでしょうね、はい、うまくいってたと思います、自分で。まあと思いますね。もしかしたら 大商人というか大社長になってたの、見えないものに貼るの好きだから、その代わりすっかんぴんになる心配もあります。ありますよね、昭和17年1942年6月のミッドウェー海戦にアメリカ軍が勝利、
ガダルカナル島占領など本格的な反攻が始まります。昭和18年10月、出陣ガット壮行会。それまでは徴兵を猶予されていた学生たちも戦場へ送り出されていくことになります。ありました、愛国心みたいな。やっぱり全体的な感、全体感ってのはありますよね、うん、やっぱり自分の家族っていうのは、はい、だからそれがまあ共同愛だったり、うんうん、あるいはまあ昔はあの共同家紋の面目思いっていうくらいで、うんうん、いわゆる、まあ、恥を知るっていうか、うん、そういうことで結局それがつながって大きく愛国心ですよね。でその 国というまあ言ってみれば一番大きな権力ですよね、国家っていうのは、それがまあ戦争に行くということに対しては、でもまあこれはまあなんて言うんでしょう、 それに対してこう反抗するとか反発するとかって気持ちはなかったですか。まあないですね。まあ一番最初はみんなが行くのに自分は逃げられないっていう、うん、そういう時代のこの思想っていうか雰囲気ですよね、うん、でまあ、特に今度軍隊入ってからはね、自分の性質っていうか負けん気が強いと、それからやっぱり土台に体が丈夫だったってことあるでしょうね。体が弱くちゃそんな意地も張ってられないと思うんですけどね、うん、小野田さんは昭和17年1942年12月に徴兵されました。和歌山県の歩兵部隊に入隊した後、久留米の予備士官学校へ移ります。半年後に卒業した小野田さんを待っていたのは陸軍中野学校という、それまでに聞いたこともない機関への誘いでした。予備士官学校、まあ、いくつかあって予備士官学校に行かれて、そこから中野学校に、うん、こうまあ、いわばセレクトされますね、うん、それっていうのは、うん、その誰がどういう基準で、うん、その中野学校にあいつは入れようっていうふうに決めるんですかね。まあ、昔 の、 あの徴兵令ですからね、現役は全部入隊する前にあの警察が身元調査やってるんです、はいはい、でそれを心情調査したものをもう軍隊渡してある、はいはい、でそれを目の前に置いてまず少年兵の見つけの教育が始まるんですね、はい、そしてその見た結果を教官の中隊長が全部降下表意、その人間に書簡を書き込んでいく、それを今度は次の教育機関に行くとまたその次の教官が、うんうん、それがそのままずっと士官学校まで行っちゃう、はいはい、だからいろいろなその教育中にあったことやなんかで、うん、全部入ってるわけですね。性質だとかいろんなことみんな書き込まれてるんですよね、うん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 、いわゆる今でいう個人情報が全部軍部が全部握っていて、うん、だからそれからずっとやるとすぐこいつは語学ができるとか車の運転免許証持ってるとか、うん、趣味は何だとか、うん、まあ、いろんなことも家庭の上陸から全部わかるもんですからね。だからそういうのからまあ、使えそうなのを引っ張り出したんだと思いますけどね、うん、小野田さんの場合は何でしょうね、語学と車の運転があります。車の運転ができる、それから趣味で写真教育行ってたって、ああ写真なんかも小学校の5年生頃から自分で現像してこんなことやってた、そういう趣味も例えばこれはスパイ活動に使えるとか、うん、 ね、そういうふうに考えます。両方はそれとあと無線なんですね、はいはい、情報員のまあ技能は4つって言われるんですけど、語学と車とそれから無線と写真機と、この4つがなきゃ困るって言われるんです。剣道の小野さんは剣道もすごい腕前だったんですけど、それはあんまり中野学校はやっぱりあるでしょうね。ご真実としてはやっぱりある方がいいですよね、うんうん、どうしてもほら個人で単独勤務ですから、しかも狙われるんですから、ね、うん、だからやっぱりご親切あった方がいいですよね、だからなかなか、まあ、あの空手を、まあ、一応教えますけどね、うん、ご親切として、
ということは小野さんの場合はもうかなりその陸軍中野学校で育てようとする人間、まあ、大きく分けて2つ、その何て言うんですかね、ゲリラ戦の方に行く人と、まあ、秘密戦の方と、そうですね、情報戦の方に行く人といって、まあ、どっちにしろ小野さんの場合はそういう人間に必要な要素をもうすでに3つか4つ持ってた、まあ、そうですよね、まあ、技術的にっていうか知識的にはそういうものを持ってたということ、はい、それからまあ性質的にはこれ子供のうちから上の兄なんか言うんですけど、お前みたいなものを組織の中へ置いてくれないって、掘り出せるに決まってるって言うんですけどね、組織の中に置けないって言うんですよ。なんかかんかん自分が不満があると、その産後からだからどっかその一人で仕事するとき掘り出してくれるって言うんですけど、まあそれはそれもじゃあ陸軍の中の学校向きですね。まあそうですよね一人で一人でやらせて、で結局要はできればいいんですよね、どんな方法でもいいからできなきゃ無駄ですからね。だから細かいことは言わない、要はやればいいんだから、まあそういう人間がいいんでしょうね。具体的にはこう呼ばれて何て言われるんですか、陸軍中野学校に入れと、で僕は中野学校の本やなんか読むと、もうもし陸軍中野学校に入るならばもう要するに親も子もないと、もう戸籍も消されるかもしれないし、もういわゆる普通の人の生活は全部捨てて、ということになるっていうようなことは本人なんか書いてあるんですけど、やっぱりそういうこと言われるんですか、だから確かに強制はしない。それは選択権はでもあるんですか、嫌だと言ったら行かなくてもいいんですか、やっぱり嫌な人間やらせてもこれはやっぱり途中でくじけるから、やっぱり自分は本当にやる気でないと、やっぱり個人でできるのか入るんでしょう、いやいやじゃあ途中でいつ辞めにするかわからないですからね、監督できないんですからね、だから嫌だったら言ってももう初めから辞める。小野さんはじゃあ具体的にですね、そうやって呼ばれて、もうこれからまあなんか普通の生活とか家族関係とかはもう一切なくなるとっていうふうに言われて、どうだって言われた時に、やりますと言ったわけですよね、もうしょうがないですもんね嫌だって言ってみたって始まらないですもんね、また逃げたって、まあ意地っぱりなんですかね、逃げたって言われるのは嫌なんですね、負けるのが嫌いだから逃げたなんて言われるのが嫌いですけどね、軍の内部でさえ知る人が少なかった陸軍中野学校、スパイ活動やゲリラ戦のための訓練をするそこは、それまでに小野田さんが体験した軍隊とはかけ離れた組織でした。校風は自由奔放で開放的、軍部を批判したり天皇制を論じることすら許されたのです。南方戦線で戦うための訓練の中で、小野田さんは無駄死にせず石にかじりついてでも生き抜けと教えられます。国体護持とかですね、まあ、もちろん八甲一宇とか、天皇のためにとかっていうのがいわゆる表向きのスローガンで、みんなそのために、まあ、戦っていざとなれば死ねというところは、中野学校では決してそんなことは言わなかったと。そう、やはりもう本人が本当になぜその仕事をしなきゃいけないのか、名前も名誉もお金にもならないことはなぜ命を懸けてやらなきゃいけないのかっていう、そういうその国家っていうものに対する責任感っていうか、そういうものをはっきり分かってくれないと身を離すんですからね、敵の中入れるんだから使えないんですよね。その中野学校が言う国家っていうのは何なんでしょうね、その国体護持とか民族な、民族、日本人、まあ、結局民族となると国体護持ってことになるんですけどね、これはまあ別に外国の模倣してこういう天皇中心になってやったもんじゃないですからね、日本の天皇といえばその外国の天使とは随分格好違いますもんね、だから自分たち民族を作った一つの国の形、いわゆる国体というか一つの国の形なんですよね、だから当時も軍隊は何にも構わず無条件に天皇陛下というのために言ったんですけど、なかなかそれ言わない、
中野学校はそうで、なぜそういう国に成り立ちになったのかという。なるほどね。だから天皇機関説もあったなんて言うんですけどね、うんうん、教科もそれはそうだって、そういう見方はちゃんと成り立つっていうことまでちゃんと、政治学としてはまさに確かにそれで間違えていないって、ただ当時としてはそんなこと言うと、また大変なことになっちゃいますね。それがあの日本の国体とは入れないような思想ってあるかもしれないけど、だけど現在の制度にもし歪みがあるなら、そういうのもやっぱり中に入れてだって直していく必要があると、そのぐらいの柔らかさがなきゃって、頭に柔らかさがなきゃなんて教官自体が言うんですけど、それ共産主義でも社会主義でもいいって、悪いとこあればもう躊躇せずに変えていくっていうのが一番無難なっていうか確実なやり方じゃないかっていうのも、中野学校の教官も、まあ、我々が思想的にその統一したものの考え方、うん、そういう中野学校の教官たちの、まあ、教えというか考え方っていうのは、当時の恩田さんにも割としっくりきたんですかね。僕は我々の考えで柔らかいですから、もうあの極端なこちこち大嫌い、そうですね、凝り固まったの大嫌いでね、うんうんうん、小野田さんが陸軍中野学校で訓練を受けている間にも、日本軍は各地で敗退を続けていました。補給線を断たれて燃料や物資が不足する一方の日本軍は、自分の命と引き換えに敵に体当たりする神風特別攻撃隊を送り出すまでに追い詰められていきます。中野学校での特別訓練の後、小野田さんにフィリピンへの派遣命令が下されます。その時司令部に持ってる情報は全部説明してくれる、だから日本近海からフィリピン周辺の潜水艦の出没情報からが全部図になって、それからあの日本の戦局、あの戦略、それも全部、あるいは将来のこの戦争の推移やる計画、そういうものを全部説明して出してしまう。あとはそれでないと自分で 気を利かして働くってことはできないから。そうですね、本当の状況、戦況を知らなければ働きようがない、ということは、もう相当日本はまずいと、まあ、多分負けるだろうと言って、もう早速本当は高校だったんだかって、僕の任中初め決まってたんですけど、これもういっぺんに変えて、でお前そこ行けって、であとは大陸で結局アメリカがベトナムで失敗したような、ああいう結果になるのまで戦い続けるしかもう方法もやりようがなかったんですよね。だからそれ計画した、その計画あの戦略に従って僕が県政にそのまま持っていく、そうですね、だからもう要するに、とりあえず、日本は負けるであろうと、上陸まではもう織り込み済みだ、もう織り込み済みで、アメリカ軍が迫ってきていました。フィリピンの司令部で小野田さんに命令が下されます。以前から駐屯している守備隊を指導してゲリラ戦を展開せよ。昭和19年1944年12月30日、マニラから単身向かったのはルバングという名の小さな島でした。麦わら帽子にアロハシャツ、ポケットには3000円の機密費、そして数年間は戦えるだけの武器と弾薬、日本の敗戦は間近に迫っていましたが、小野田さんの戦いはこの時から始まったのです。
フィリピンの首都マニラの南およそ160キロの海上。マニラ湾の出入り口にくさびを打つように位置するルバング島。南北27キロ、東西10キロのルバング島は中央部を標高5、600メートルの山並みが貫く細長い島で、面積は淡路島のおよそ半分。亜熱帯林に覆われた小さな島ですが、かつてアメリカ軍が飛行場やレーダー基地を建設しようとした島でした。ルバング島の人口はおよそ2万。主な産業は米、バナナ、ココナッツなどの栽培。多くの農家が農作業のための牛を飼っています。昭和20年、1945年に入るとアメリカ軍は南の島伝いに日本本土に迫ってきます。南方の戦場では玉砕戦法と飢餓で多くの日本兵が死んでいきました。小野田さんが着任した2ヶ月後、ルバング島にもアメリカ軍が上陸。わずか4日間の戦闘で200人いた守備隊のうちの160人近くが死にました。小野田さんは残った40数人を3人1組のグループに分け、ジャングルに潜伏してゲリラ戦を続けます。まあ一番簡単に言えば命令できたんだから、うん、だから命令があるまでやるのは当たり前、やっても簡単ですよね、うんうん、その次はやっぱりこの僕の性質で負けたくないと。特に戦争負けたら死ななきゃいけないから、こんな時に死ぬのは大体嫌でしょうけど、だから負けるのが嫌いって言った。だから余計その向こうとトラブルをやったんですね。向こうはちょっとやるとそれに対して罠かけて報復なんかするから、なめられてたまるかって、うん、まあ、そういう意味で自分 この生活圏というか占領範囲を守って安全地帯を増やしたんですけど、うんうん、まあこれは僕のそういう性質もあるんですけど、負けるのが嫌い、うん、ルバング島上陸の1ヶ月後、アメリカ軍は沖縄に上陸。日本本土まで目と鼻の先にまで迫ってきます。そして8月、広島と長崎に原子爆弾が投下されます。青壇下る昭和20年8月14日、米英を敵として渾身戦うことここに4年。ああ、我らの力至らずしてこの日大東亜戦争終結の大勝を拝す。昭和20年1945年8月15日、4年にわたった戦争は日本の降伏で終わりました。その間におよそ300万人の日本人が死んでいました。それから2ヶ月が経った10月、戦争の終わりを告げるビラがアメリカ軍によってルバング島にも撒かれました。小野田さんは、まあ、日本が一時的に負けるだろうということは織り込み済みだけど、そうそう、完全に負けて、ね、日本本土占領まで織り込み済みでやったんですけど、うんうんうん、だけど本当のその終戦敗戦になっているというのは知らなかったですよね。
これもアメリカがそんなあの軍用機でビラを撒いたりね、あの船の周りで航空母艦持ってきたり、あるいはお津順でボン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 空砲あの島に向けて撃ってみたりね、うん、なんだか意味のわからんことやって、それで飛行機でそんなものをぶり撒いたんですけど、うんうん、もうその島は特殊な島だったからやっぱり根こそぎやりたかったんでしょうね、うんうん。南の島々ではそれまで生き残っていた日本兵たちも敗戦を知って投降して行きました。ルバング島でも小野田さんと別行動をとっていた兵士全員が投降しました。小野田さんと行動を共にしていた島田伍長、小塚一等兵の3人はジャングルの奥深くに身を隠します。投降の勧告はアメリカ軍の謀略、いつか日本軍が反撃に転じると小野田さんは信じていました。小野田さんは戦い方を変えます。日本軍が再上陸するときに備えて敵の動きを探り、時に自分たちの存在を示して敵を撹乱する戦術、敵のただ中に踏みとどまって戦い続ける者のことを残地長者と呼びました。まず生き延びることが先決でした。野生のバナナやヤシの実で飢えをしのぎ、時には島民の牛を殺して燻製にしました。敵に発見されないよう一箇所にとどまるのは2日か3日、武器、弾薬、食料などおよそ20キロの装備を担いでジャングルの中を転々とする日々が始まったのです。やっぱり最初の3年間はちょっと苦しかったですね。何が一番苦しかった？3年ぐらいやっぱり苦しかった。何が一番苦しかったですか？地形がよくわからない。地形、はい、自然がよくわからないから、はい、それからもう一つはやっぱり人間は我々生まれた時から泥の上に寝てないですからね。やっぱり泥の上夜露にあの濡れながら寝るっていうのは初めやっぱり抵抗がありますよね、うん、まあそのうち慣れてきますけどね。だから地形がしっかり覚えると自信が出てくるんですよ。どこと敵で敵と遭遇して、うん、いやでもいつでも自由に退避できるからと、うん、それから食物のある場所も分かるし、あるいはまた食物のこのなり具合、何月から何月まで、うん、どこに何があるってことが分かってくる、うん、だから食料のありかが分かってくると、もう全て計画ができて、だから敵に対して万全のその勝算があるというか、うん、どこで敵とぶついても勝ち目がある、うん、そうなるまでやっぱり3年ですね、まあ、俗に言うあの血のりというか、血のりを得た方が有利という、だから島が立体模型みたいになった自分の頭の中にどこに、うん、あの食料があってどこに水があって、まあ、全部必要な地図が全部頭の中にあった。それはやっぱり根本に生きなきゃいけないし、負けられないから下地のように覚えて考えて覚えていくんですよね、うん、雨がものすごく厳しかったり、うん、で小野田さんのその耳もアリに鼓膜を破られたり地べたに寝てますからね、うん、そういうことで思いにしようからどうしても耳だれが出るんです。肩が凝ってその時に入ってるってこと。だから耳栓すればいいと思うんですけど、やっぱり怖くてね、耳栓して寝る気持ちがしなかった。音が聞こえないと不安で、で後で分かったのはね、日本に帰ってきて病院で看護婦さんがドア開ける前にもう気づいてるんですよね、うん、それだけ耳が動いてるんですよね、うん、だからやっぱり鼓膜は破れてるのに、無意識にやっぱり耳栓すればアリに食われないと分かりながら怖くて栓できなかった、うん、弱気になったりですね、その長い間の中でその、まあ、いわゆる挫折しそうになったり、もうやめたい、もうやめちゃおうかとか、そういう気持ちになったことは全然ないですか？ないですね、うん、だいたいその雑念の生じる間がないんです、うん、もうとにかく見つかったらもう負けですからね、うんうん、しょっちゅう自分の姿を隠してなきゃいけない、うん、
でそれはそれであの隠れ切ったんじゃまだ意味がないんですよね、うん、いわゆるそこにいわゆるそういう人間がいるということは敵にしょっちゅう見せてないと意味がないし、うん、また敵に見せるあるいは住民に見せることがひいては彼らの口を通じて友軍の方にまだ生存しているということが、うん、あの伝わるんじゃないかと、うんうん、そしたら連絡をしに来ることもあるだろうと、そういうことでこの島の中に生きてるっていうことを見せながら今どこにいるか分からなくて、それがためにしょっちゅう敵なんですね。だから他のこと考えてる間がないと。だからよくあの宗教関係の人が神や仏にって言われるんですけど、あの頼んだ助けてくださいってあの頼んだことがないんですよね。頼んだことはないですか、お祈りしたりなんか、やっぱり宮本の宗はね、神仏に頼らず、神仏を尊び神仏に頼らずって言ってますけど、やっぱり剣と剣の向かい合った助けてくださいもお力貸してくださいもないんですよね、うん、それだけ相手に対して集中力が減るから。ただ感謝はしましたよ。1年終わりお正月迎えると必ず神棚を作って手合わせましたけどね。だからやっぱりそれはいわゆる神様がっていうか、うん、そういう、まあ、自然っていうか、うん、そういう我々の、うん、考えられないものが私たちを、まあ、生かしてくれたっていうので、まあ、万物に対していわゆる感謝をするっていうか、まあ、そういうんで毎年一回お正月だけ手合わせました。それはありがとうございましたって感謝してるんで、今年もよろしくとか言ってないで今年は自分なんですね。自分で、ええ、毎日のことは自分でやると。そう、うん、敗戦から5年が経った昭和25年1950年6月、朝鮮戦争が始まります。ルバング島からはマニラ湾を出入りするアメリカの艦船や上空を飛ぶ飛行機がよく見えました。それを見て小野田さんは太平洋戦争がまだ続いていると確信します。3年間5年はまずダメだよって、反攻の準備ができないからって、とにかくアメリカが嫌気さすまでだって言って出てるんですよね。ところが5年後に朝鮮戦争始まっちゃったんです、はい、それが偶然にその反撃の時期っていうのに一致したんですよね。だからまた日本は盛り返しているだろうと思っちゃったわけですね、それは今度どんどん南に伸びてきたと、うん、またベトナム戦争向かい合いですから、それはだんだん勢力を挽回して南に伸びてきたとしか判断できなかったんですよね。飛行機を戦略爆撃機は飛ぶしね、うん、船は動くし、そんなことでねアメリカが戦争を続けたからどうしても大陸で予定通りやってくれてるんだと思ったんだよね。要するに最初に織り込まれた大きな設計図通りに歴史は動いていて、そういう日本はまだ戦ってると、戦局が展開してるんだと思ったんだよね、うんうん、小野田さんたちの存在は次第に知られるようになります。昭和29年1954年5月、フィリピン軍による討伐隊との銃撃戦で41歳になった島田伍長が死亡します。フィリピン軍からの情報で小野田さんと小塚一等兵がまだ生きていることを知った日本政府は捜索隊を派遣しますが、これも敵の謀略と判断した小野田さんは姿を現しませんでした。6年後の昭和35年1960年、小野田さんの葬儀が行われました。数度にわたる捜索で小野田さんを発見できなかった政府は、小野田さんが死んだと発表することで捜索を打ち切ります。この時小野田さんは37歳になっていました。あの捜索の仕方はもう本当に、まあ厚生省あたりがリーダーシップを取って何回も何回もやってるんですけども、小野田さんがあの捜索隊に答えて出てこなかった理由は何をやり方は彼ら間違ってたんですかね。で結局いわゆる戦争が終わったのは知ってるんだけど、出てくるといわゆる戦犯だとか、あるいは住民に恨みを買ってるから叩き殺されるんじゃない、報復、そういうものを恐れて出てこないと日本政府は思ってるわけ、っていうのはその出た人間はそんなこと言ってるからです。だから全然魚でしてこちらを怒らす心配はあっても決して工作にはなってないんです。
何を口ばっかりでって口じゃ信用できませんもんね。だから弾の一発も町の一本もくれる日本政府が何を言うかって、やっぱだ我々は臆病なものに見られてるんだなって言って、うん、だから結局ますます魚でしちゃったんですね、任務解除の命令が上官から直接下されない限り戦い続けるしかない。誰も足を踏み入れないジャングルの中で息を潜める小野田さんと小塚一等兵の二人、極限状態の中で二人は衝突しながらも生き続けました。しまいに相手が怒って殺せなんて言ってバカ野郎って取られつけますけどね、うんうん、よくでも殺様に喧嘩してんじゃねって、うん、貴様の考えに間違えてるからなおそうそうそうと思うから話してんだって、それが喧嘩になったんだって、殺さないに喧嘩してんじゃねえんだっつって島に入ってもやっぱりカッカとしてるからね、殺せなんて言い出しますよね、よくああいうその極限状態の中でそういう喧嘩はもちろん当然あったでしょうけども、本当のこう本当にこうなんていうんですか ね、あのダメになっちゃうというか、そういうことがなく来ましたよね、小塚さんとか、それはね結局自分ではっきりした目的があるからな、何のためにここで生きてるのか、その生きる目的がはっきりしてるから、だからあの喧嘩してそれでこのな仲間を失ってしまうって、それも弱くなるのは明点ですからね、だから生きていくために強くなきゃいけないんだから、だからもう夫婦喧嘩と一緒ですよ、別れるために喧嘩は簡単にできるんですよ、うん、あれ喧嘩しながらなら別れない喧嘩をしなきゃ困るんですよね、うんうん、だけどそれは根本に別れないっていうはっきりしたものがあればそうなるんですけど、それを見失うとそれも喧嘩花咲きますから、相手も相手こうやって売り言葉に買い言葉になっちゃうんですけどね、もう一回しつこいようですけども、その目的がはっきりしてるっていうその時のその小塚さんとか島田さんとも共有していた目的っていうのは、やっぱりその日本が盛り返すために自分たちはここで頑張ると、それでなきゃやつは見かけ倒しだったと思われるのも嫌ですよ、だけどやっぱりやりますと言った限りにはね、やれなかったら自分としては治れですよね、なんでそんなに意地が強いんですか、意地が負けん気強いんですよね。ルバング島で長い間いた時にですね、その日本のことを思い出したり家族のことを思い出したり、まあ、いわゆる望郷の念というかですね、そういうものにこう苛まれたり全然ないんですよ ね、 ね、だいたいその飛び出すような男、もう17ぐらいで家飛び出すような男だから、その割合にないんでしょうかね、それからもやっぱり思ってみても何ともならない、だからその諦めのが先なのか、そうなんだ、ね、もう現実がそうだから、体力的にも計画は60歳が我々のも限界だろうと、だからそれまでは弾が不足しないように、だから60過ぎたらどうするのって、もう生きられないんですよ、もうその島で死ぬしかないんですけど、でその時はだからあのとっておきの一番いい服を着て持ってる弾全部撃って仁王立ちになったら地蔵障子で蜂の巣に開けてくれるから、それで我々はおしまいにしような、もう初めからそれは覚悟してた、だから面白いって面白いんですね、おしまいそうだっての分かりながら今一生懸命に生きてるんですからね。ウバングの中で時々、まあ、小塚さんなんかもいる時とか歌を歌ったりしていました。歌いや雨の時だけね、雨の音がしてる時だけ、それでも雨の時は歌ったと聞こえないですしね、また敵もそんな夜雨のひどい時に移動してないから、だからいくら大きな声で歌っても大丈夫です、だから寒いから、歌でも歌ってないと眠くなってくる、どんな歌を歌ってたんですか。最初やっぱり軍歌から始まります、やっぱり、夏メラはあれ寒い時向かないですね勇ましくないと眠くなっちゃうから。敗戦から復興し1950年代半ばから経済成長を始めた日本、神武景気、岩戸景気を経てやがて消費とレジャーの時代を迎えます。
日本の秋の本として爽やかな秋風に翻るのであります。昭和39年1964年10月東京オリンピック開催。かつては戦場に向かう学生たちが行進した神宮外苑をアメリカと日本の若者が共に行進し、スポーツで競い合いました。敗戦から19年が経ち、小野田さんは42歳になっていました。ここにね、当時のというか、昭和34年、今の天皇陛下皇太子がご成婚の記事とかですね、それからこれは25年から始まった創作の一番おしまいの創始案が34年のこの、はいはい、そうですね。この写真はだから随分山で見せてもらって見てますよね。それでこのこれが昭和32年のですね、これソビエトがあのスプートニックかなを打ち上げたという時の新聞の出発版なんですね。こういうあの新聞とかもちゃんと読んでますよね。だからやっぱり新聞は時々あの前の歴史に戻って説明してるんですよね。だから今日の記事じゃないんだけど2年も3年も前のに関係あるもんだから、それがあるからやっぱり綿密にずっと読んでいくといろいろと情報が集まってきますよ。ですよね。それからラジオも聞いてましたね、ラジオも。それでそれでも日本はまだそのいわゆる完全な敗戦をしてというふうに思われる。アメリカに占領されて傀儡政権ができてる。それでもみんなその平和だとか、いやあの復興しただけど、あくまで僕には関係のない国、アメリカに負けた国だから僕に関係ないんですね。それでその国は傀儡政権によって操られている国で、本当の日本というのはまた盛り返してくる。それが成長の日本。昭和47年1972年1月、グアム島のジャングルで横井庄一さんが発見され日本に戻ってきます。同じ年の10月、フィリピン軍との戦闘で27年間行動を共にした小塚一等兵が死亡します。ついに小野田さんは一人になりました。島田さんや小塚さんが死んでいきますよね、でたった一人になった時っていうのは、やっぱり相当あの状況が変わりますね。全部戦術から行動計画からみんな変えなきゃいけないですよね、自分のやる身を守るための警戒から全部変えなきゃいけないから、まあその時は確かに大変でしたよね。まあだから昨日亡くなった仲間に申し訳なかったんですけどね、だけどそう考えなきゃ自分が明日から立たないから、だからその一つの方法って二人でいた時に全てが100点満点じゃなかったって、やっぱり二人は二人の不都合のとこもあるんですよね、それをもう死んだ人間に悪いんだけど、まあ、いっぺん全部ずっと列挙してみて、マイナス点を考えて、マイナス、その次に今度は一人になったらどういう利点があるか、それを両方並べてみて、でプラスマイナスそんなに意外とマイナスじゃない、確かにまあもう根本的にはマイナスなんですよね、原則的にはマイナスなんだけど、その自分のその場一人になったから半分になったという、そういうその直感的なあれじゃないんだって、いくらか弱くなっただけで半分じゃないんだって、もうそういう意味で自分にそういうことをはっきり言い聞かさないと明日からその生きていけないんですよね。小塚一等兵が亡くなった時の状況から小野田さんの生存が明らかになります。日本政府は15年ぶりに小野田さんの捜索を再開します。まあ、死ぬなということをあのヘリコプターの上から言いましたけどね、まあ、しかし3人が2人になり今度1人になったんですからね。昨日は満月で綺麗でしたね。あいつも満月を見ながら考えたんだろうと思いますけどね、私もまあ満月を見ながらあいつは何を考えてるんだろうと思っておりましたんですけどね。我々の前に姿を現してください。
の中応援、我々の声が聞こえましたら返事をしてください。捜索には父親や兄弟も参加しましたが、それでも小野田さんは姿を現しませんでした。それから10ヶ月後、鈴木則夫という青年が単身小野田さんを探しにルバング島にやってきます。川辺にテントを張った鈴木青年の前に小野田さんは突然姿を現します。29年間かたくなに命令を守った小野田さんは、直接の上官からの命令があれば投降する意思があることを鈴木さんに伝えます。まあ、彼の何が小野田さんのそれまでずっと頑固にですね、うん、意地を張って一人でも戦ってきたのに、何がその気持ちを掴んだんですかね。あんまりあっけらかんとしてるからいや、あっけらかんとしてるから全然やる悪気がないっていうか、うん、悪巧みがない、うん、だけど僕の足は完全にもう空王の紐ついてると見てる。小野田さんはずっとそう思ってたんですね。やっぱり現に空王の兵隊が2日前に来たんだから、うんうん、だから空王の紐つきな、うん、だからこっちが自分で相手に渡してもいいような情報、これは遠慮なく喋りますよね。だって肝心のところは話さないですよね。それでできるだけ誘導尋問して、なんか相手が話せば、うん、今まで見た新聞とかあるいはラジオでキャッチしてるもんだとか、そういう声らに何か矛盾があるんじゃないかと思って、まあいろいろ話しかけたんですけど、でも結局一番最後の不審は、それほど僕の名前を名指しでやってるんだったら命令系統ぐらい、戦争が終わってるならなぜ命令系統がつかめないのか、うん、命令の来ないのがおかしいんですよね、うん、結局そこ行ってしまう、うんうん、電話番号までは分かっております。うん、それまではちょっとよく聞いてないんですよね。鈴木さんが撮影した小野田さんの写真。もう立派な。もしもし、あ、お母さん、年尾です。あのね、今僕も見てますけどね、間違いなく疲労です。うん、それでね、もう大丈夫。これも連れてきます。安心してください。はい。昭和49年1974年3月9日、鈴木さんの案内で元上官の谷口さんと兄が小野田さんに会いました。そして谷口さんの口から任務解除の命令が下されたのです。あれだってもう朝からずっと監視して、絶対周りに他の兵隊伏せてないとかってはっきり見極めて、しかも日の暮れいっぱいに自分の方からよく見える、相手側から見える、いわゆる太陽を背にして行ってるんですよね、そのぐらいやるとなんないんだけど、じゃあ命令もらって投降したからっていくら口で何て言ってよと思って、いよいよ投降してしまったら明けの日に軍防官に言われてもしょうがないんですね。だから出てきた時はもうそれで処刑されるの覚悟なんですよね。だからあの時の胸張ってるって言うけど、もう誰が胸張って銃殺してもらうしかないんだから、胸張ってますよ、うん、何も信用するものない、うん、自分の判断だけが信用できるって、だからそうなんですよ、うん、いくらあれだけやって、ほじゃ向こうから谷口さん来たからって自分の判断でまずこれは偽の確かに戦争じゃ負けたんだ、じゃあ投降するかしょうがない、やる投降しなきゃしょうがないから命令で投降したんで、そこから先は向こうに権利があるんですよ、フィリピンにね。ほいじゃあ銃殺系だ公私系だって、まあ、ごもっともなんで、そのぐらいのことをやってるんだから、うん、それ覚悟でなきゃ出ていけませんよね。どこら辺でそういうことじゃなさそうだというか、うん、日本に帰れそうだというか。一番最初ね、あるところ、大口の川 の, 連絡したところへ、向こうのあると空軍司令官、それから地区司令官大佐と、はいはい、それからそのレーダーの隊長、その島の隊長と2人来たの、少佐と大佐、
それがいよいよ歩き出したらね、邪魔になって歩けないほどそばにいるんですよ、うん、で、あ、これは損益されるのをやる、あ、人間の盾になって歩いてるなってのが分かったです。だからこれで、あ、そうじゃちょっと違うなと思った、うん、それは小野田さんとしては誰から狙撃されるかもしれないと思ったんですか。それは住民から誰かいっぱいありますから。それはやっぱり小野田さんが29年間にわたってジャングルの中にいて、た時にそのルバング島の住民や何かからまあ恨まれていたりしているだろうという意識が。そうです、もちろんそうです、ね、うん、鈴木君がこの場所でそのブラック長の息子がヤシの木に登ってるとこを下から撃たれて死んだって、それは小野田さんだって言ってんだけど、そうじゃないぞ、ありゃそんな卑怯な真似しないよって言うんですけどね、いやもうそこらにいっぱい犠牲者があるんだから、もう親の敵、兄弟の敵決まってますよね、みんな僕っていうことになってるんですから、どこから弾飛んでくるかわからないですよね、うん、それはあのほとんどなんか悪いことが起きたり、いろんな事件が起きたり、人が死んだりすると、ほとんどあの、うん、ジャングルの中にいる日本兵がやったというふうに、ほとんどこう追っつけられて、そう追っつけられて、小野さんはあの当然その最初はアメリカ軍ですけども、そのうちにフィリピンの軍隊になって、うん、まあ、いわゆる討伐隊、うん、200回以上出てたんでしたっけ133回以上討伐隊が出て、で当然何回もこう交戦してますよね、であのもちろん島田さんや小塚さんもそれで死んでるわけですけども、あの小野さん自身が撃ってこうもう人を殺したっていう、もう実感した時っていうのはありますか。当たって死んだから。当たるのは分かってます。当たったことはもちろん何回か、いや当たらない球は撃たない、うん、だから50メートルまでになると小さい枝だとかつるが見えないから、うん、もう隠蔽地の方が本当に引きつけなきゃ撃たないです。だから一番に危ないです、うん、っていうことは、まあ何人か人は小野さんの銃弾に当たって死んでる、うん、これやっぱり自分の身を守るためには銃持ってきたやつに遠慮しちゃい困る、うん、確かに相手の目顔を見て撃つのは撃ちづらいですけどね、で銃持ってるのに遠慮することないですよね、うん、それはまあもちろん、もちろん小野田さんにとっては戦争というのは終わってないんで、戦争という状況の中での命のやり取り、当然そういうふうに、あの思ってたわけですよね、うん、なんだ、男は男殺すのは昔からもうお互い様なんでしょうね、うん、自分はそのまあ民主主義者であり自由主義者であると、ずっとそうだった、そういう小野田さんがまあなぜやっぱりそのいまだに僕はあの、まあ、いろんな事情は分かっても不思議なのは、その30年間近く、うん、そのジャングルの中で頑張れたんですかね、なぜですかね、ええ、まあ、できるだけ忘れるようにしてますけど、ね、なかなかそうはいかないんです、うん、なぜあれは兵隊になったから兵隊らしくやったんだったけど、うんうん、まあこの変わりが早いって言えば語弊があるかもしれないけど、それはだけどらしいってことが一番本当だと思うんですけどね、前を引っ張ってて帰ってきてまだその軍人らしくも困りますしね、それは軍人の通る場所じゃないんですから。フィリピン政府が小野田さんを罰することはありませんでした。ルバング島を去る前に27年間共に生きた戦友小塚一等兵に別れを告げます。なぜ出ていらっしゃらなかったのか、その理由を。じゃあ私は軍人として命令によってこの島に派遣されてきたものでありますから、通称佐殿の命令のない限りは絶対下山は許されるものではありません。今まで一番辛かったことは何でございますか。戦友を失ったことです。あ、戦友を失ったことです。戦友を失ったことです。そうです。嬉しかったことは何でしょうか。もしございましたらば。What is the most pleasant thing?29年間嬉しかったことっていうのは今日の今までありません。
本のためと信じ、敗戦後も戦い続けた小野田さん。しかし彼を待っていたのはあまりにも変わった日本でした。投降してから3日後の昭和49年1974年3月12日、29年ぶりに小野田さんは日本の土を踏みます。よくやってきてくれました。あなたは偉い。ありがとうございました。小塚君の金七郎弟です。まず最初にですね、30年ぶりに今日祖国の土を踏まれまして、そしてたった今ご両親とも対面されたわけなんですが、今のご感想、ご心境はいかがですか。やはり自然の山や川の姿、海の姿にも、他国の飛行機の上から見たフィリピンの島々、日本の祖国の自然のと、自然に変わりはないようにも思われますけれども、そこに皆様方の住んでおられるそのことを脳裏に走りますと、全くもう見えたところからすぐ降りていって自分の土を踏んでみたいと、そういう感じでございました。小塚さんが亡くなられてから、特にあの山を降りようという気持ちに、なんかその小塚さんの死が非常にあの大きな関係あったでしょうか。そんなのことは、それはむしろ逆さの方向です。復讐心の方が多くなります。誰が自分の目の前で27年も8年ものが水よりもろき人の身はと、もつものの倒れた時の悔しさってありませんよ。男の性質、本性と申しますか、そういう自然の 感情から言えば、誰だって復讐心の方が多くなるんじゃないですか。約30年ぶりの日本はどういうふうに映りました。まあその時に聞かれて、まあ、貧乏で戦争になったんだから、みんな車も持ち家も建って豊かになったんだから、もう勝ち負けは考えたくないって、みんな豊かになったからそれでいいんじゃないのって、っていうのはもう結局自分に言い聞かせてるだけですよね。嬉しくはないけど、まあみんなそれでいいんじゃないのって、そう自分に言い聞かせて、こう、そう、みんな何だって、みんな僕のこと気の毒がってくれますけどね、僕は何も気の毒でも何でもなくて、気の毒なのは死んだ人だって、僕はこれから働きゃいいんだから、何も同情してもらうことない。小野田さんは帰国するとそのまま検査と静養を理由に入院させられました。早く退院したいという希望は聞き入れられず、入院生活は3週間近くに及びました。ドア
悪魔に目を当てる時とかこれやっぱり戦争の後遺症ですね、うん、看護婦さんの巡察がドア開ける前にもう目を当てるんですからね。まあそういうのはやっぱり自分じゃ寝ているつもりで起きてる、ね、気がついて人の気配でも警戒心だけは強くなってたんですね。カーテン閉めないで寝るんですよね。薄明るくなったらパッと目が、うん、それも夜中の2時に寝ようと3時に寝ようととにかく夜明け前になったらパッと目が開く。やっぱりからそういうところではそういうところには当たり前ですけど体に染みついちゃってるんですね、よくそういうふうにこう気持ちがパッと切り替えられるというか、よくね青春を無駄にしたとか何とか言うんですけど、ねうん、これはもう戦争中でも言ってましたよ、うん、あの少々が長いから、うん、でもう僕はそのつもりでも前倒ししてあります。青春はだからもう半か半かそれで終わりですよね。もう青春はそれで終わり、だからもう今度は兵隊一方でもう要するに商社マンになって渡ってからの 2,3 年の、ええ、で目いっぱい青春を謳歌して、ええ、もう前倒しして遊んでますでもそれにしても普通の人にとっては30年というですね、ええ、まあこれは長いですよ。かもしれないんですけどねもう済んだことは済んだなんですよ。愚痴ってみたってしょうがないんですよ。愚痴れば前へ行く力が減るだけですよ、うん、だからあの愚痴るのが嫌いなんですよ、うん、泣き方や愚痴は大嫌いなんですけどね。だけどこの戦争で3時に無駄に立ってみんなが気の毒になってくれるその分強くなりましたよ随分。だからまたそのうちにあの南方の自然とか天候気象とか、そういうものがやっぱり生きるために得た知恵がありますから、それを今度また向こうで米作ったり牧草を釣るのに利用したんですから、そうですね、だからあの町全部無駄じゃない、うんうん、もちろんブラジルでそれを、あとは自分がどう使うかが問題であって、うん、無駄だと思ったら無駄にしてしまうでしょうね、うん、無駄じゃない。強くなった方は確かに強くなりました。退院してからも小野田さんの日々の行動は日本政府の意向によって決められていました。日米関係ってのはうんとその友好促進になりますよ、うんね、小野田さんが一日も早く実現したかった島田伍長と小塚一等兵の遺族への謝罪、それが叶うまでには日本に戻ってから1ヶ月近くが経っていました。小野田さんには全国から見舞い金が寄せられました。その見舞い金を小野田さんは靖国神社に寄付します。日本をやっぱりまあ離れようと思った一番そのそう思わせたものは何ですかね。まあみんなからいただいた見舞い金靖国神社を納めしたのが購入されてもあれですっかり嫌になったはずに、生きて帰ってきたんだから働きゃいいんでしょ。一緒に戦って死んだんですもんね。それは誰も報われてないんですから、で生きて帰った人間がまあみんな気の毒にって、いや僕は働いたんじゃない、あの道場でいただいたんだからそれは向こうへ持っていくべきだって僕はそう思ったんですけどね、うん、それがなんか軍国主義復活に加担するのを候のって言われたらやっぱりもうそんな人間と一緒に住んでいたくないって言いますよね、まあ、思いますよね。だから今度は僕が何か言った時にいや今の時代はこうだからそういうことを言っちゃいけないとかね、もう全部衝突しちゃうんですよね。でおとなしくしろって、それじゃあ30年の余計な戦争をしたことをね反省してね
あの地べたに頭つけて謝るって言うのかって、だって僕が勝手に謝ったんで謝らせたのは国家じゃないかって、うん、僕にわしはそういう気持ちがあるから。そうです ね何もすっ転んで戦争したわけじゃない、うん、だって国にも確かに負けた国だから僕は国に責任を取れなんて言いたくないって、だからあの給料払えなんて絶対言わないって、戦争だからしょうがないんだって、うん、だからといって僕だけなぜ悪者にならなきゃならないのかって、あるいは戦争が悪いとか兵隊が悪いとかって、悪いってみんなそう言ったじゃないかって、戦争前に何て言ったのかって新聞でみんな見てみろって、うん、で今更なんでそれが30年続いた僕だけその、うん、みんなから批判されなきゃいけないのかって、 それはおとなしければいいんですけどね、あの喧嘩したら勝たなきゃいけないんでしょそれじゃ喧嘩になっちゃう、もう喧嘩ばっかりで仕事にならないんですよね。だから一番人とやる関係のない仕事って、まあ、幸いブラジルに永住を認めてもらえたし、うんうん、まあ、牛飼うっていうそういうことも一番離れてますからね、人だと離れて本当に真っ只中、うん、そうですね。日本に帰ってからわずか1年後、小野田さんはブラジル移住を決意して再び日本を離れます。頑張れよ。1年間いろいろなことがあったと思うんですけれどね、振り返ってご覧になってね、どういうことを一番率直にお感じになりますか。まあ本当に世界中回ってしまったので、はい、なんかその旅ガラスのような感じで、どこが一体自分のその住むべきとこなのか、だからどこが自分の国なのか、どこがよその国なのか、あまりはっきりしなくなっちゃったんですけど、まあそういう意味ではやはり落ち着かない1年っていうんですけど、そういった意味では日本というのはふるさとと言えるんでしょうか。もうやはりフィリピンが30年、日本で16年、はい、シナで4年半ですから、どこが一体ふるさとなんでしょうかね。喧嘩したくないから、うん、やっぱり喧嘩するのはもうとにかくいつまでもしないで遠くもう離れることが一番いいんですよね。もう17の時に母親もそう言いましたけど、うん、親父と妻を付き合わせよりも離れろって、それでまあ何かの弾みに一遍親の顔でも見たいと思った時、機嫌よく帰ってきて、それでまたここに帰ればいいんだって、お互いにそれの方がいいって、うん、いつまでも喧嘩しちゃいけないって、僕もだからいつまでももう喧嘩したくないから、うん、で日本を離れた、なんか気が向いたら日本に帰ってきて、うん、元気ですかっていうのが一番いいと思って行ったんですけどね、うん、だけど何しろまず生計を立てなきゃいけないんですよね。30年ただ働きですから、恩給ったってそうですよね、恩給じゃ食べられませんから、うん、それからやっぱりもう一つは、やつあんなこと言ってって女の紐で食ってたんじゃないか、格好つけてなんて、そこまで言われるとね、ちょっとコチンときちゃうんですよね。カッコつけて出てきたぐらいのこと、あんなとこで生きれるわけ。ああ、ルバング島でね、紐で30年間あんなとこにいるのも大変ですよね。全然別の場所行って、それでちゃんとその食って通れば、うん、なるほど、じゃあ昔もやっぱりなんとこ行って生き通せる力あったんだな。やっぱりそういう人も含めた日本にこうやっぱりを見返してやるというか、自分が次のことをちゃんとやりきって、やっぱり自己満足かもしれませんけどね、うん、やっぱりそれでどうだって、俺はどこへ掘り出されたって食っていけるよそれで今証拠を示したつもりでいるんですけどね、うん、それはやっぱり何ですかね、ブラジルのあの原野を開拓していく時の一番そこにあるあれですかね、うん、原動力、うんうん、昭和50年1975年4月、永住を心に決めてブラジルに渡った時、小野田さんは53歳になっていました。移住先はブラジル中西部の灼熱の原野、牧場開拓というもう一つの戦いがこの時から始まったのです。
ラジル中西部南マットグロッソ州。1950年代から日本人が入植した地区の中に、成田空港より広い土地で1800頭の牛を育てる小野田さんの牧場があります。ブラジルにいる時の小野田さんは83歳になった今も毎朝6時に起きて仕事をします。小野田さんが日本にいる時の留守を守り、牧場を切り盛りする支配人の佐藤新平さん。僕は飽きっぽい人でね、人とこでつまらんかったんですよ。で、小野さんとね、会ってからね、これは死ぬまで一緒にしようかと思って、ね、もう15年。15年ですよ。いや、変わらんね。なんか年は僕は行くけど、彼は年取らんのじゃないかと思ってね。だんだん元気になってね、僕がもう家の中によって帰りが馬で歩っとってね、こっちがやっぱり恐縮ですね、もう僕らも足元に及びます叶わない叶わない全然、1975年に日本を離れた小野田さんはまず友人から借りたお金で500ヘクタールの土地を購入します。過酷な自然環境と慢性的な資金不足、育てた牛が売れるまでは失った29年間を取り戻すように寝る間も惜しんで働きました。いよいよお金に困るとブルドーザーを運転して近くの牧場の開拓を手伝いました。そうですね、そうですね、74年に来られました。この家が始まってから7年。小野田さんの牧場開拓を助けた日系二世の坂根剛さんです。あの人は特別な人で、感心するのは聞く耳があって、見る目もあって、一回の言葉では納得しないで3、4回聞き直して自分で判断して自分で決める人だと、それでそういうところを見まして、本当にいい勉強になったと私は思ってます、私がいろいろ教えるどころか、逆に教えてもらったような感じです。別にこれ1000ヘクタールの方が広くないんですよ。なぜかってやはり、270平方キロといったらこれの27倍ですからね。それだけの面積は我が物が飛んであるって言って自分の手のひらの中にあのルパンの島全体があったんだから、だからそれからもわずかちっちゃいですよね。こちらへ来て牧場をこう開拓していく上で、その前のルバング島での30年間というのは例えばどんなふうに役に立ったというかですね。まあ一番ここで利用できたのは天候気象でしょうね。雨のリズムで、まあそれだけだから米作っても何作っても間違えたことはないし、牧草巻くのも巻いたけどうまく生えなかったということもない。まあそこらが一番大きかったんじゃないかと思うんですけどね。それから水を井戸を掘って、まあ牧場を開拓にはもうどうしたって水の問題は、もちろん雨もそうですけども、いつも水がこう
確保されないといけない。これもね、うん、ルパンの島の時に初めどこに水あるか分からないんですよ。だから木の色を見てみたり、あるいはあの山の稜線の主稜線から分かるようなこの稜線が出ますから、それの裏か表かとか、そういうのでその次か次へ水を探していくと、いやなし東京が出るんですね、うん、だからこの稜線だったらこちら側に溝があるだろうとか、そういうことも、やはり自然の原理を探して歩いたことが応用が効いてるんだと思いますけど、だからここは2本とも150メートル掘ってますけど外れてないんですけど、うん、一発も外れてないって言ってましたよね。ゆくでも食えないから、もうゆくで聞かないよ。牧場開拓の苦しい日々を陰で支えた妻の町江さん、二人が結婚して29年が経ちます。改めて聞きますけども、そのテレビで小野田さんを見た時、はい、もう率直にその時の気持ちは今でも覚えてます？覚えてます。どんな感じしました？そうね、こんな人が世の中にいたのかなっていう感じでしたね。それで私はあの強い人が好きだったんですよね。だからものすごくね、もう素晴らしいなと思ったし、でも結婚できるとは思っていませんでしたからね、何もね。偶然の出会いをきっかけに交際するようになった2人は、1976年にサンパウロの教会で結婚しました。ブラジルって国は知ってましたけどね、私がブラジルで住もうっていうことは全く頭の中になかったから、もうその時結婚を決めた時はブラジルで死ぬつもりで来ました。悲壮な気持ちでね。そこ悲壮な気持ち。悲壮でしたね。もうだってあの28歳まで積み上げた人生、友情全て全部捨ててきたんですから、もうね新しい出発でしょ。でも自分が築いた財産も友達も経済力も全部もう捨てたから、ね、はい、その夜、開拓時代から苦楽を共にしてきた仲間たちが小野田さんの家に集まりました。友人である近くの空軍基地司令官の誕生パーティーが開かれたのです。2004年12月13日、南マットグロッソ州議会から名誉州民賞が小野田さんに授与されました。30年間の苦労が実り、敬愛すべき日本人としてブラジルに受け入れられたのです。この光栄を汚さないように今後もブラジル及び日本の何かのお役に立って自分の力いっぱいを生きていきたいと思います。本当に皆様ありがとうございました。国境を越えて異なる文化とこう付き合っていく時の小野田さんなりの、なんて言うんでしょう、こう考え方みたいなのはあるんですか？まあ、とにかく
自分一人で国を変わってしまうと相手の風俗習慣というのはこれも向こうの固有のもんですから、自分がどう突っ張ったってどうにもならないんですから、結局自分が今まで持ってたものは全部忘れて新しいものと切り替えるしかないんですよね。だから自分じゃ来ろうと思ってたもの相手がしろと言うならしろと思いますしかない。まあそう思えばね、我々は抵抗ないですね。そうなんだからしょうがない。一番、まあ、人間簡単にできてるんでしょうかね。根本はここへ来なきゃいけない、ここで仕事しなきゃ生きとくないんですから、じゃあここで生きるとなればやっぱり白いもの黒って言われても黒って覚えるしかないんですよね。だからそう思えば何も悩まない。そういう適応力とか順応性っていうのも小野田さんは昔からあったんですか？まあ特に戦争だと思いますわね。とにかく生きなきゃいけない、勝たなきゃいけない。だからなんか小さいことで悩んでみたって結局そこで止まったら生きられないんですから。だからまあ今でもよく日本なんかで子供にも言うけど、もう目的がない限りすぐくじけるよって、うん、目的があれば何だってどんどん切り捨てが効くんですよね。小さいこと切り捨てが効かないでそうやって悩むともう雨にこう絡まってしまってね。だから思い切るってけど、やっぱり目標があれば思い切れるんですよね。これだけの牧場を開拓してやっていく間にはその、まあ、苦しい時とか、しんどい時はあったと思うんですが、そういう時、このそういう時の小野田さんをこう、まあ、支えたというかですね、あの気持ちでクソと思ってやり続けられたのは何ですか？一番大きい子供の力自分でやろうと思ったことができたんですよね。随分親とも喧嘩したりあのわがままだの語りだなと言われたけど、だから自分でできそうだと思うことができるっていう、そういう一つの信念があるというか、それが一つありますよね。その次に今度はもう日本で知れ渡ってしまったんだから、今度はもうしくじったら大笑いなんですよね。だからそういう意味で恥知るってこともありますよね。だから自分のいわゆるプライドの問題もあるし、まあそんなことでしくじれないんですけどね。だけどまあなんとかやれると思ってとりあえず始めたことだからやれないはずないと思ったんですけど、随分途中で無理なことをしましたけど。このブラジルに来てここに来るとどんな気持ちになりますか？ほっとする。やっぱりこれだけ我が天下ですから絶対雑音入らないですからね。だからやっぱホッとしますね。牧場経営が軌道に乗り経済的にゆとりができると、小野田さんはブラジルと日本を行き来するようになります。そこには新たな目標がありました。日本にいる時の小野田さんは講演会や原稿の執筆に追われます。小野田さんの目を再び日本に向けさせたのは1980年に川崎で起こった予備校生が金属バットで親を殺すという事件でした。あの金属バット事件の感じたことは彼はなぜ撲殺、親を撲殺する前に自分が家出なかったかなと、僕はあの年にはもう出て仕事したんだけどなっていう気がしたんですよね。そうしたら丸く収まったんですよね。
だからもう少し子供がしっかりしてくれればそんな悲劇にならんで済んだのに、でやっぱりしっかりしていないっていうところの問題なんですよね。だから子供たちにそんな不幸にならないように、その子供たちあるいは親も含めていろんなメッセージを講演会だとか本を書いたり自然塾をやったりしてますけども、それってやっぱり日本と日本という国あるいは日本人という民族の行く末が気になるからですか。そうですね、誰だって死んだ頭の上は踏みつけられたくないですもんね、これ日本という国なくなったらそこら、墓作るはずですけどね、簡単に踏みつけられちゃうんですよね。もう海入れといてもらったら踏みつけられないかもしれないですけど、まあそういう意味でね、やっぱり自分の先祖から生まれた国っていうのはちゃんとそこにあってほしいですよね、地球がなくなるまで。でも一時はあれですよね、ルバンから帰られた後はもうこんな国こんな日本人たちって思ったんですよね。だけどまあ花座であれだけ旗振って迎えてくれた、その中にはそれは物珍しく来た人もいるかもしれないけど、あくまでみんなあとあのお見舞い金くれたりしてやっぱり分かってくれてる人いるんですからね、それそっくり日本を敵にするわけじゃないですよね。まあそんな気持ちがあって、まあもう少し落ち着いて自分の特に政権が立ったら何かしなきゃいけない、やっぱり子供が希望を持ってくれればね、希望が目的になるから何になりたいって自分でその目的をしっかり持ってくれれば自分で励んでくれるから。それからね、あのおくびにも出ないってよく言いますよね、あいつは冗談にも出ないとか、やっぱり自分の頭の中に潜在的に何かあるからそういう夢を見るのでね、だからその潜在的な意識だとか知識が出てくれば成功するはずなんですよね。だから外から引っ張るあれあれって言うんじゃなしに自分で何になりたいって言い出せるようにこの環境を整えていってるのが一番いいんじゃないかと、まあ、そういう意味からああいう辺鄙な山の中に行ったんですけどね。昭和59年、1984年、たくましさと協調性を日本の子どもたちに身につけてほしいと小野田さんは自然塾を始めました。福島県にある専用のキャンプ場、今までに延べ2万人の子どもたちがここでさまざまな体験をしてきました。バクテリアが死んだから100引き出しのあるこの頭の中に100引き出しがあると自分であれが何だったこれが何だって日本では講演会や本の執筆に追われ、ブラジルでは牧場の仕事に汗する現在の小野田さん、日本と中国の22年、ルバング島の29年、ブラジルの30年、そして日本、小野田さんは時代と運命に臆することなく常に目標を見つけ生きてきました。まあ人間はいつか死にますから誰でも仕方がないんですが、骨を埋めるのは日本がいいですかこっちがいいですか。そうですね、だけどここでぽっくり死んだらここで焼いてもらうしかないんですけど、別にね、だけど誰がその死んだ後待ってくれるか問題なんで、待ってくれなきゃどこで死んだって同じなんですけど。あんまり頓着しませんか。家内なんかやっぱりここで死にたくないって言いますよ、やっぱり日本で、
僕自体のせいですかもしれないけど、あまり後ろ振り向かない、もうルパンはルパンで、それで終わりなんですよね。あんた苦しかろうと何しようと、その分確かにいろいろ教訓的なものは覚えてますよね、はい、だからどうっていうんじゃないんですよね。それは次ただ利用するだけであって、あの時は苦しかったのなんなって、お城は絶対振り向かない。今牧場作るって牧場作る、まあ、ここまでなんとかできたから、ほじゃこんな子供たちの時になんとか役に立ったいと思って、まあ、そのことだけで、だから日本にいるとこれ忘れてるんですよ。で飛行機についてここにいた、ここに牧場あったなと思いそんなこと言ったら試合に起こるかもしれませんけどね、あれうちの牛はここにいたんだなんて人間というのは何によって作られていくと思いますか、ね、一番人間がこう人間になっていく上で影響するものは何ですか。先天的、これはもうしょうがないですよね、うん、先天的な性質だと、ね、その次やっぱり家庭がありますよね、それでその次にやっぱり影響してくるのは時代ですよね、うん、まあ、それによって自分じゃ行きたくない方だって、やっぱり時代によって、本当は貿易でうんと金でも儲けたかったんだけど、時代によって戦争の方に流れていったって、はい、だけど戦争に流れていっても普通の人は何もそんなに僕みたいなこと並んでもある程度で帰れたんですけども、これやっぱり自分の性質なり先天的な性質と環境が作った人間がああいう情報員であるとか入ってしまったって、だからもう後天的なものと時代と、結局先天的と後天的と時代とで、やっぱりどこ行くかわからないんですよね。だからどこ行くかわからんからって不適されてみてもしょうがないですよね、うん、やっぱりその場その場でそれらしく頑張るしかないんで、あんまり嬉しくないですけどねわがままな僕にはそれらしく生きるってのはあんまり嬉しくないんですけど、だけどそれ以外にやっぱりそれで嫌なら死ぬしかないですもん、うん、小野田さん自分の人生をですね、ええ、やり直せたらやり直したいですか、うん、やり直したってどうせ自分の思いにいかないんだから今度生まれたら何に生まれてきますかなんて言うけど、まあ生まれたらまた人間に生まれてきて時代時代ってしょうがないですよね、うん、生まれてきた限りの死ぬの嫌ですからね、やっぱりなんとか生きていくしかないんで努力するしかないと思うんですけどね。小野田さんはなんでサバイバルできてきたんでしょうね、ルバング島の30年もブラジルの30年もずっとこう生き残ってきましたよね。まあ中野区では何がないからできないっていうのは自分が能力がないって、そういうその自分で白状したんだなんて言われますけどね、だからサバイバルなんか 何がないからじゃ通らないんですよね、何とかしなきゃいけないんですけど、まあ確かに何がないからできないな、自分 の不備不明のいたすところって心得ろっていうのはいい教えだと思うんですよね、まあ、そういうことがだからサバイバルっていうか、特に戦争ですから負けたら死ななきゃいけないって、死ぬのは誰だって本能的に嫌だから嫌なし100% 努力しますけどね、まあそれで生きてきたんだと思いますけど。小野田博夫83歳、背筋を今もまっすぐにして時代を生き抜いています。